中華物ペルオキシダーゼは、系統名を、ブロミド、ハイドロゲン、ペルオキシドオキシダロダクタスという酸化還元酵素の一種で、ある。これらの酵素は、以下の化学反応を触媒する。HBRH2O2 ホーブル、H2O ホーブルは強力な収素化剤である。海洋環境で観察される多くの有機、収素化合物は、この酸化された収素との反応で生成される。 黄色お及び褐色の海藻のブローモペルオキシダーゼにはバナジン酸が含まれている。それ以外のバナジウムは生物学的には珍しい保酵素である。この酵素ファミリーのおかげで様々な収束化天然ものが海洋資源から管理されている。関連する酵素であるクロロペルオキシダーゼは塩素化を行う。ハロペルオキシダーゼの命名法では ブロモペルオキシダーゼは古典的に塩化物を全く酸化できない。例えば、抗酸級ペルオキシダーゼは塩化物よりも収化物を好むようであるが塩化物を利用することができるためブロモペルオキシダーゼとはみなされない。ミューリーサイデー族のカタツムリには貝紫色色素を生成するためのブロモペルオキシダーゼがある。この酵素は収化物に非常に特異的で 物理的にも安定しているが、活性部位の金属については特徴を付けられていない。2019年現在、カタツムリのゲノムにはこのような酵素に特定の遺伝子は割り当てられていない。このような活性はおそらく強制するバチルス菌が代わりに提供していると思われる。同定された酵素はアルファーベータ、ヒドロラーゼスーパーファミリーに属しており、 類似のブローモペルオキシダーゼの構造が PDB3FOB として入手可能である。この酵素はセール99、アスプ229、ヒズ258の触媒散残機構造を持ち、金属補酵素を必要としない。ありがとうございます。